おはようございます。今日は10月22日土曜日の10時36分、先週に引き続き御三川にやってきました。で、今日もいつもね、先週の土曜日もそうなんですけど、今日朝嫁さんと子供を保育園と仕事職場送ってって、3時にまた迎えに行かなきゃいけないんで、今日も2時までという短時間勝負、釣れない時間の短時間勝負なんですけど、今日はまあローライトで、本当は今日こそ巻物日和、なんなら減衰もしてるからトップですげえ釣れそうな雰囲気なんですけど、今日ワームしか持ってきてないんでちょっとワームの釣りを、で水穂橋の上流川で、とりあえずまた古いね、ジャンボグラブのズボラキャロ、これからやってみます。カスブラのズボラキャロね、これのフリーリグのキャロみたいな感じで、ゴムで留めてあるだけなんであれですけど、まあ、これをちょっとお気に投げて、本当はね、打つ釣りも、わあ、もうだいぶ縮まるわ一回結ばなかんなあれまあいいや、フリーリーグで何でもいいや。いつもね、最近ポップアールばっかの釣りになっちゃってるんで、ちょっとこういう釣りを、で本当はテキサスとかジグも大好きで、昔からよくやってるんですけど、最後までいつも打つ釣り、杭打ったり、まあ護岸の、いつもの護岸のシェード打ったりとかいう釣りが好きなんだけど、秋なんでちょっと広範囲に、でまあこういう釣りするときはあんまり動かなくていいかなと。おお、なんかゴンってなったけど、違うよね、なんかにゴンってなったけど、こういうのがいいよね、ワームの釣りは。おお、なんか今ゴンってなったぞみたいな、なんか沈んどるじゃんみたいなのが楽しい、そういうのを妄想しながら ちなみにね、今日まだ2時までなんだけど、これで30センチ以上、まあ坊主はもちろんだけど、30センチ以上のバスが釣れなかったら取れ高的にあれなんで、明日朝またリベンジします。明日はちょっと大江川も今取ってきたんですけど、大江川もだいぶ減衰してて、むちゃくちゃトップ釣れそうだなって思って、横目で見ながらちょっと御三川まで来たんで、まあ大江川行くか小山川行くかはちょっと悩みところまあでも大江川行ったらまたトップの釣りになっちゃうからな。はあ、おお、いいとこ行っとる、めっちゃいいとこ行っとるわ、硬いもん、ゴリゴリしてる、ここで食ってほしいな。でキャロのいいとこって、先に進化がテキサスとかだとその時があれだけど、超えてからしか気づかなかったりするけど、キャロだとその後、重りの後にワームが来るから、すげえ慎重にやられるよね、丁寧に美味しそうなところ、まあ、結果置いとくだけが一番釣れる気がするけど、変なアクションするよりも。ダメか、さっきのところ良かったけどな。お、釣った、誰か釣りました。上手い人は釣るんよ。お、この人釣った。おいおいおい、地合いか、みんな釣ってます。しかも多分ね、巻き物やってるすごい、右と左で釣られたわ。そういう日か、やっぱり今日はローライトだしな、完全間違いだ今日巻かずいつ巻くねんっていう。で明日巻き物やろうと思ってきたら多分晴れるんだよね。でも朝だからな、明日は来るとしたら。すごいね。はい、今度はちょっと上流に移動してきて、団地の下流、まあみんなテレビ
ね、YouTube とかでよくアップされるところらへんのこっち側で、ワームをちょっと変えて、大好きなギドバーグ、これで釣りたいね。もうワームになってもね、釣り方がね、古い、ルアーが古いってね、さすが時代遅ればさ。あんまりここででも釣ったことないな。ほぼほぼ。まだこっちが護岸がなかった頃は、なんかちょくちょく釣ってたイメージあるけど。ちょっとやっぱ深いね、あっちよりだいぶね。この浅くなるところじゃない。うわ、こんなとこめっちゃポッパー投げたいわ。こんな岸際。めっちゃ浅いな。クソ釣れそうやん、朝とかやったら。橋本ポッパーやったら。でさっきのところが釣れてたな、周りの雰囲気が。まあまだ今来てすぐだけど。人数もそれなりにいて。今ね、時間が、まだ移動してきて、時間が12時17分。12時過ぎ。で、すごい日差しが入ってきて。なんかね、水が動き出して、すごい流れてるんで。あれなんですけど、ここではちょっとジグで、軽めのジグに、トレーラーはケイテックのカスタムトレーラー。またこれも古いね。ちょっと流れが強いな、個人的にこういう打ちもんやるには。こっちから打とう。これでね、ふわふわやるのが昔好きだったんだよね。軽めのジグで。ジグももう16分の3とか、5グラムぐらいのジグで。こういうのを打ってく。これ本当は杭を打ってきたいけど、ちょっと流れがね、流れてるからな、どうなのっていう感じだけど、ちょっとね、今この時間なんでか知らんけど、人が全然いないんで、その辺はチャンスかなと。ちょっと流れるな、もっと重いジグにしながらな、これはやるなら。今ね、めっちゃ流れてるから、ちょっと重めでもいいけど、でも言っても 5g とかそんなもんかな。あーで、もうフリーでいっか、別に。ちょっといいかな、これ。ちょっとフリーのテキサスにする。一応ここのクッションだけ入れて、あ、違うで、そうそうそう、で大好きなビーズ大きい方入れよう。ビーズ、大きめのビーズ入れて、んでクッションゴム入れて、で針は一番小さくていいやつ、持ち軸の一番小さいやつ、小さければ小さい方がね、口使いやすいからね、針は。ワームのフレキシブルさも上がるし。これ10とか言ったら1番使ってる。これライトニングの1番。で、流れ嫌なんで、水の抵抗を受けにくいワームなんで、ストレート系がいいかなと。パドルテールでもいいけど、これもストレートバージョンがあるんだろう、カリフォルニアストレート、カリフォルニアワームの6インチストレート。もうね、時代が、ルアーのチョイスがハードベイトでもワームでも古すぎるってね。さすが5351の時代遅ればさだからね。大江531の結局ね、ほい、これでいこう。よいしょ、おし、あ、なんだこれ、おかしいやん。よいしょ、はい、
今時こんなストレートアームのテキサスリグ使ってる人いないでしょ。これでやってみます。これのがスーッとまっすぐ落ちてくれるからね、杭にタイトに。ここでホグ系とか使っちゃうとワームが流れに乗っちゃうんで、シンカーはフリーで、ビーズ入れて何かに引っ掛けてカチカチ言います。これで決まりです。時期が違うもんな。もうちょっと暑い時期に夏の釣りだからね、これ。杭に対してまっすぐフォールさせる釣りって。うん。違うわな。食った。そうやって取ったら食ったわ。お、マジで？おお、ラッキー、食った。違うわなとか言って、季節が違うわなとか言っとったら、ストレートテキサス食った。ただちっちゃいなぁ。どうなんだこれは。これはどうなんだ。あの杭におった。よっしゃ来たなって。25センチ、ありがとうね。ストレート食うじゃん。あ、ワームの釣りも楽しいよね。ほい、カリフォルニアのストレートで、こんなサイズ。かわいい子ちゃん。まあ、マイサイズですね。自分の。ありがとうな。じゃあ、ちなみに今、時間がね、何時だ？てってる、12時41分。はあ、ありがとうな、お前の。大きくなれよ。よいしょ、ありがとうな。はい。うわ、元気だね。本当はね、あれを、バイブレーションとかで釣りたいんだよね。本当はよしよし。まあでもこれで坊主逃れ。ただあのサイズじゃいかんな。やってる時期がいかんとか言ってみながら釣れちゃった。はい、まあっちでやって、今12時55分で、もうあと1時間ぐらいね。もうラストここで。ここね、結構ね、そう、周りもすごいバイブレーションつってたし、そこの変化もすごいあるんで、そう、変化っていうか、そこに沈みもんとか、ズルビートルと感触がめちゃくちゃいいんで、ちょっとここにもかけます。で、ルアーは引き続き、さっきのカリフォルニアのストレート6インチ。だけど、シンカーはちょっと8分の3にウェイトアップさせてます。ちょっと飛距離が欲しいんでね。で、進化はフリーでストッパーなし。はい、今度はね、ノリーズのエスケープリトルツインのバンドゴビーっていうから、この色好きなんだよね。なんか、なんだったっけ、何ガニ、弁慶ガニだっけ。モサングが結構いるじゃん、爪が白いやつ。それをイミテートしてるイメージなんだよね。ちょっと今パドルテールやるか迷ったけど、こっちにした。はあ、エスケープツインよりエスケープリトルツインの方が自分の中ではるかに超過が高いんだよね。まあすり抜け性とかカバー打つんだったらね、エスケープツインの方が圧倒的にすり抜け性はいいけど、普通に誘って魚釣るならエスケープリトルツインの方が、いろいろパーツもついてて動きやすくなってるからね。お、いいとこ行った。こういうとこ、こういうとこ、こういうとこでシェイクさせるんだよ。で、あ、ハンゴフやるまでもなかった。
あれ知り合いかな今の。いやといつもここら辺の糸板が釣れるんじゃない、手前のごちゃごちゃに沈み物とかのね、フェイトバス釣りってそんなもんだよね。多分最初の頃とか多分沖に投げれば投げるほど釣れるんだと思うけど、全然そうじゃないから、ね、おっしゃ食った、やった食った、おっしゃよっしゃ、これはいいでしょ、よっしゃ明日も釣り終わり、絶対バラさん、ナイスナイスナイス、よっしゃ太いよ、よし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 、頼むぜ、おいよっしゃ、ちょっとはい、ごめんごめんごめん、いい、あーワーム飛んでっちゃったけど、エスケープリトルツインできた、よっしゃ下顎フッキング、ふぅやったぜ30アップ釣った、なんなら40アップ、ふぅやった。今ね夜だ、1時半です。これで明日の兆候はなくなりました。朝ゆっくり寝てます。子供と犬とイチャイチャして降りたいと思います。うわーこれねメジャー測りたいけどね、今車近くだからねバッグ持ってないんだ、で車まで行っちゃうとかわいそうだからあれだけど、ちょっと待ってね、どうなってんの、ふうやった。今日はでも本当はカリフォルニアで釣りたかったな。エスケープリトルツインでした、ノリーズの、はい、の8分の3のビーズ入り、よーしいいんじゃない、どうなのよこれ、40ちょいぐらいかな、ナイスフィッシュでした。どう、水ほばしの上流、日中の一匹、これでよーしありがとうな、ありがとうな、本当にありがとう。サイズ40ぐらいは多分あると思う、普通に40ちょいあると思うね、ありがとう、43かな、よいしょ、ありがとな、ありがとな、よいしょ、はい、いける、よいしょ、ありがとう、よいしょ、やった、ふう、よし、よし、さあそろそろ時間かな、まあね1時54分なんでそろそろ終わりたいと思います。結局でもまあまぐれだったね、後が続かんから、だけどとりあえず目標の30アップが釣れたんで、明日は家で子供とゆっくりしたいと思います、家族で、犬とね嫁さんとね、ということでちょっとね最初はね来た時にローライトだし天気もで、まあ周りでバイブレーションでガンガン釣るからちょっと完全これ外したなと思ってたんだけど、なんとかまあコバスと夏っぽい釣りのテキサスのフォーリング、クイのフォーリングのコバスと、まああれが一番好きだけどね釣り的には、テキサス御三川でテキサスやるなら、それとまあバイブレーション場のテキサスリグのズル引きということで、でまあナイスフィッシュ、まああれをナイスフィッシュと言っちゃダメなんだけど、自分の実力的にあれがナイスフィッシュです。このバンドゴビーっていうから、このね色の変化がこうなんか乗り越えた時にこうクラって後ろ目と真っ白になったりして、これがねあの弁慶ガニ、これ多分ねこれ使う時も言ったけど、弁慶ガニがねちょうどこういう色して、ハサミが真っ白でこれぐらいの白っぽい色してて、それが結構お子さんがいるからそれのイミテートだと思って、結構これはね強いと思う、まあ興味ある方ぜひ使ってみてくださいということで、はぁ、1日っていうか、まあ今日も4時間だけど、先週の4時間はクソみたいな4時間だったけど今週の4時間は
まあ、久々のやりたかったワームの釣りで2匹釣れたんで、まあ、大満足です。まあ、本当にね、釣ってる人は結構あのバイブレーションでバンバンバン釣ってると思うんですけど、そんな中自分はベテランなのにもかかわらず2匹だけっていうのがちょっとね、なんとも言えないけど、まあでもこういう釣りも久々にやって楽しかったなと思うんで、またね、次来週も釣り行けるんですけど、来週は本当は1日行けるかなと思って昼からちょっと予定入っちゃったんで、行くとしても朝午前中のみ、午前中っていうか、まあ10時ぐらいまでかなっていう感じなんで、まあその辺で頑張りたいと思います。ということで、まあ次は多いかな、まあ誤算来てもいいけどね、まあまだまだトップ釣れる時期なので、その辺をちょっとやってみたいなと思います。ということで、最後までありがとうございました。さようなら。